里も安定しておるようだな。サルトビと一緒に封印されたのとは別件でか。もう知っておるようじゃな。ならわしらは戦場へ向かう。里には影分身を置いて直接俺が出向くことにするってばよ。わしらが本来の力に近いまま。だけは話しておいた方がいいんじゃねえのか。なんせ私は三代目より先に死んで封印されてましたから。確かにここから二次の方向、何やら強いチャクラを感じる。何も知らされねえっつうのは案外つれえもんなんだぞ。そもそもこの術を考案したのはこのわしよ。前回よりも江戸転生の術の精度を上げてしまったことが、大きな犠牲を払ってようやく手にした平和だしな。お前が里に帰らないわけをよ。安定しているかどうかは私もよくわかりません。別の事件で。これだけは信じてくれか。お前の父ちゃんはな、誰よりも立派な忍びなんだぞ。少し遅れちまった。基本巴ではない。うちらにこそできる役職を与え。確かにマダラのチャクラを感じる。次のマダラが出てきたとしてもすぐに対処できるよう考えた結果だ。闇が深くなればなるほど心の憎しみの力とともに動力も増し、手がつけられなくなる。貴様ごときの江戸転生に縛られるわしではないわ。